これはシソジントニックっていう名前になります。シソビターズだけでもいいんですけれども、やっぱりそのフレッシュのシソを潰して、でそれとこれを合わせることによって、あのこうフレッシュのシソの香りと、あとはそのシソのコクみたいなものっていうのが、それをこう両方入れたっていう風なイメージですね。味だけで言うともしかしたら一緒かもしれないんですけど、こうシソを潰した時に、要は3ピースの普通のシェーカーだと、要はパーツが細かいんですよね、すごくね。あの、例えばストレーナーって言って、こう茶こしの部分とかに、あのシソの細かい粒々がこう入り込んでしまったりとか、衛生面とかを考えた時には、やっぱりその2ピースシェーカー、ね、ボストンシェーカーって言われるものでこう作るっていうのと、あとは何よりこう作ってる時にこう振るじゃないですか。でガラス製なんで、ボストンシェーカーファイン、あのファインドグラスの部分が。ですからお客さんが見ててね、やっぱりこうシソがこう氷とこう一緒にこう混ざってるのを見ると、やっぱり飲みたくなるんじゃないかなっていうのも、それもやっぱり大きいですね。見てても楽しんでいただくっていう、そういうのがすごく強いと思います。